ミケリーノによるダンテ中世後期は西洋史学における中世世紀の後に続く14.15世紀頃の時代を指す時期区分である。中世後期に続くのは近世である。1300年頃、それまでの数百年間のヨーロッパの繁栄と成長に歯止めがかかった。1315年から1317年の大飢饉や国史病といった一連の飢饉と薬病によって、 人口が激減した。人口減少とともに、社会不安と地域的騒乱がでかし、都市や農村での民衆暴動や、党派的抗争が頻発した。フランスやイングランドでは、ジャックリーの乱や、ワット・タイラーの乱といった大規模な農民放棄が起こった。この時代の多くの問題に加えて、カトリック教会の統一性は、教会大分裂によって打ち砕かれた。こうした事件はまとめて、 中世後期の危機と呼ばれることがある。こうした危機にもかかわらず、14世紀は、理芸と科学において大きな発展を遂げた時代でもあった。イスラム世界やビザンツで継承されていた古代、ギリシア・ローマの文献に対する、中世世紀に復活した関心は、中世後期を通じて、後にイタリアルネサンスと呼ばれることになる事象に、繋がってゆく。ラテン語文献の吸収は十字軍における。 アラブ人との接触を通じて中世世紀に始まったが重要なギリシア語文献の獲得はオスマン帝国によるコンスタンティノープル占領によって加速したこの時多くのビザンティンの学者が西欧に亡命しようとしたためであるこの古典思想の流入と相まって印刷の発明は印刷物の普及と学問の大衆化を促進したこの二つのことは後に 宗教改革につながっていくことになる。この時代の終わり頃、発見の時代が始まった。1453年のコンスタンティノープル陥落で全盛期を迎えたオスマン帝国の流星によって東洋との交易機会は阻まれ、ヨーロッパ人は新たな貿易航路の発見を余儀なくされた。1492年のコロンブスによるアメリカ大陸への航海や、 1498年のバスコダガマによるアフリカ経由のインドへの就航の背景にあったのもそれである。彼らの発見はヨーロッパ諸国の経済と国力の強化に寄与した。これらの諸発展がもたらした変化からこれまで多くの学者が中世後期を中世の終焉へいたり近代世界と近世ヨーロッパの開幕へ繋がっていくものとみなしてきた。しかし古代の学問が ヨーロッパ社会から完全に失われることはなかったことから古典古代と近代との間にはある程度の連続性があると論じる学者もおりそうした人々にとってこの時代区分がいささか人為的な区分であることに変わりはない特にイタリアに見られるが中世後期について豪も言及しようとせず14世紀ルネサンスを近代への直接的ない後期と捉える歴史家もいる キリスト教のヨーロッパの教会は14世紀と15世紀にかけて依然として変化の途上であった。モスクワ大公国がモンゴルを撃退し始めていて、イベリアの王国が半島のレコンキスタを完了しさらにその外部にまで目を向けていた一方、バルカン半島はオスマン帝国の支配に駆使した。一方大陸の他の国はほとんど国の内外の絶え間ない衝突に明け暮れていた。状況は徐々に 中央権力の統合と国民国家の出現へとつながっていった。戦争による財政負担は大限制の出現による重い税負担を必要とした。世俗権力が増大したことで、さらに教会大分裂により、教皇権の衰退を助長し、宗教改革をもたらした。1319年から1364年のスウェーデンとノルウェーの統合が失敗に終わると、 1380年にノルウェーはデンマークと統合し、カルマル同盟が1397年に設立された。スウェーデンは初めからデンマークが支配する同盟に不傷武将を加わった国であった。スウェーデンを征服する目的で、クリスチャン2世は1520年のストックホルムの地獄で大勢のスウェーデン貴族を殺害した。この手法は、 さらなる敵意を煽る結果につながっただけで、スウェーデンは1523年に永久に離脱した。フィンランドは12世紀の15世紀のノブゴロド公国とのスウェーデン・ノブゴロド戦争の結果、1809年までスウェーデン王国領の一部となった。残るノルウェーは同盟で低い位置になり、1814年までデンマークと統合を続けた。アイスランドは、 比較的孤立していたことが幸いし、スカンディナビアで唯一ペストによる打撃を受けなかった国であった。一方グリーンランドにあるノルウェー領はおそらく15世紀の非常な天候状態の下で全滅した。この状態は商標期の影響かもしれない。ジャンヌ・ダルク1450年から1500年にかけての絵。ジャンヌ・ダルクは フランスのイングランド占領軍を追い出すために百年戦争の終わりに協力した。1286年にスコットランドのアレグザンダー三世が死ぬと国は王位継承の危機に見舞われイングランド王エドワード一世が仲裁に乗り出した。エドワードがスコットランドに対する大君主制を主張するとスコットランド独立戦争に発展した。イングランドは結局敗れスコットランドは スチュアート朝の下で強力な国家を発展させることが可能になった。1337年からイングランドの関心は大きく100年戦争中のフランスに向けられた。ヘンリー5世が1415年のアジャンクールの戦いで勝利すると簡単に2つの王国の統一に向けた道筋をつけたが、息子のヘンリー6世は間もなくしてそれまでに得たものをすべて浪費した。 フランスを失ったことで国内の不満が増大し、すぐに1453年に戦争が終わり、ランカスター・アサとヨーク朝の対立王朝が関わるバラ、戦争の大規模な衝突に発展した。戦争は強力で、中央集権化した王権を作った、ヨーク朝の王により始められた仕事を続けられる、チューダー家のヘンリー・パッセーが即位したことで終わった。したがって、イングランドの関心が、 他の国に向かったとはいえ、アイルランド島のヒバーノ・ノルマン教は徐々にアイルランド社会に同化してゆき、島はイングランドの大君主制のもとで事実上の独立を発展させることができた。1328年にカペイ長を引き継いだフランスのバロワ家は初めてまずは100年戦争のイングランド新興軍により後にブルゴーニュの強力な広告により事実上周辺国に追いやられた。 この状況で、ジャンヌ・ダルクが登場すると、戦況はフランスに有利になり、主導権はさらに、ルイ11世洋の手に握られた。一方、ブルゴーニュ公シャルルは領土を統合する、試みの中で、特に1291年に建国した、スイス連邦からの抵抗にあった。シャルルが、ブルゴーニュ戦争中2477年のナンシーの戦いで殺されると、 ブルゴーニュ公国はフランスにより返還を要求された。同時に、ブルゴーニュ白爵領と、豊かな、ブルゴーニュ領ネーデルラントは、来たるべき世紀に向けて、戦いを始めたハプスブルク家の神聖ローマ帝国に、編入された。カーロイ一世王ボヘミアは14世紀に繁栄し、金印直書により、帝国の先帝国から初めて、ボヘミアの王が生まれたが、フス革命により国は危機に瀕した。 新生ローマ帝国は1438年に帝国が1806年に消滅するまで残ったハプスブルク家に国を委ねた。ハプスブルク家により行われた領土拡大にもかかわらず、帝国自体は分裂したままで多くの真の権力と意向は個々の広告の手元にあった。ハンザ同盟やフッー家のような金融制度は政治、経済の両面で、 大きな権力を握った。ハンガリー王国は14世紀に黄金時代を迎えた。特に、安住七里明けのオー家ーロインスイッ息子のラヨシュ大帝は偉大さで特徴づけられる。国はヨーロッパで主要な金と銀の供給国として豊かになった。ラヨシュ大帝はリトアニアからイタリア南部とポーランドからギリシア北部に至る戦役を成功裏に導いた。 巨大な軍隊を持つ14世紀最大の軍備を有していた。一方、ポーランドの関心は、この地域の巨大な自主独立隊を創設する、リトアニアとの合同という形で東方に向かった。合同とリトアニアの改修は、ヨーロッパのペーガニズムの終わりを告げた。しかし、ラヨシは後継ぎに息子を残さずに1382年に死んだ。その代わりに11歳だった。 若い王子ジグモンドを後継に指名した。ハンガリー貴族はこの申し入れを認めず、その結果は内戦であった。ジグモンドは結局はハンガリー全土の支配を成し遂げ、ブダとビシェグラードに宮廷を設けた。二つの宮殿は再建され改修され、当時のヨーロッパで最も豊かだとみなされた。ボヘミアと神聖ローマ帝国の支配を相続して、 ジグモンドはハンガリーから政治を行い続けたが、クスハや15世紀初頭にヨーロッパに対する重要な脅威となり始めたオスマン帝国との戦いに暴殺された。ハンガリーのマーチャーシュ王は、ボヘミアやオストリアに侵攻し、オスマン帝国の脅威と戦うのに用いた当時、最大の傭兵軍を保持したことで知られた。しかし、王国の栄光は、ラヨシュ2世王が1526年のオスマン。 帝国とのモハーチの戦いで殺された16世紀、初頭に終わりを迎えた。その時ハンガリーは深刻な危機に陥り、侵略され、中央ヨーロッパにおける重要性は終わったわけではないが、中世の終わりを告げた。13世紀には、モンゴルのルーシ進行に直面して、キエフ大公国の没落が起きた。キエフ大公国は分裂し、ルーシの諸公国は、 ジョチウルスへの侵入を余儀なくされた。権力は分散し、東にウラジーミル・スーズダリ大公国、西にハール・イチ・ボルイーニ大公国という大きな力を持つ国家が誕生した。ウラジーミル・スーズダリの権威を継いだ、モスクワ大公国は1380年のクリコボの戦いで、ジョチウルスを破るなど次第に力を増し、かつてキエフ大公国に属していた多くの地域を徐々に、 併行していった。しかしこの勝利でこの地域のタタールの支配は終わらず、すぐに恩恵を受けたのは、東方に勢力を拡大する、リトアニア大公国であった。リトアニアはポーランド等と共に、ルーシの西の地域を吸収し、ルーシの正当な継承国家を称した。モスクワがついに地域で主要な権力を握ることになるのは、イヴァン三世の時代であり、1478年に、 広大なノブゴロド公国を併合すると、ロシア国家に向けた建国を準備した。1453年にコンスタンティノープルが陥落すると、モスクワの公は、自らも東ローマ帝国の後継者と見るようになった。結局ツアーリの称号を用い、モスクワは第三のローマを自称した。1328年のヨーロッパ東ローマ帝国は、 長い間東地中海を政治と文化で支配した。しかし14世紀までにほぼ完全にコンスタンティノープルとギリシャの飛びき数箇所を中心としてオスマン帝国の続国と化した。1453年のコンスタンティノープルの陥落と共に東ローマ帝国は永久に消滅した。ブルガリア帝国は14世紀までに衰退し、セルビアの優勢は 1330年のベルバジドの戦いでブルガリアにセルビアが勝利したことで決定づけられた。1346年までにセルビアのオーステファウロシュ4世イドシャンは皇帝を名乗った。セルビアの優勢は長くは続かず、セルビアに引きられたバルカン半島の連合軍は、以前のブルガリアのようにほとんどのセルビア貴族が殺され、国土の南が オスマン帝国に占領された1389年のコスボの戦いでオスマン帝国に敗れた。セルビアは1459年に陥落し、ボスニアは1463年に陥落し、アルバニアはついにスカンデルベーグが死んだ数年後の1479年に占領された。中世の終わりまでにバルカン半島全域がオスマン帝国に併合されたり超広国となった。 アビニョンには1309年から1376年まで教皇座があった。1378年に教皇がローマに戻ると、共に教皇領はついにアレクサンデル六世の事実上堕落した教皇権となりながら主要な世俗権力へと発展した。フィレンツェは金融業を通じてイタリアの都市国家の中で結出した存在になり、優勢なメディチ家は芸術を講演することで、 ルネサンスの重要な講演者となった。主にミラノやベネツィアといった北イタリアの他の都市国家も領土を広げ、権力を強化した。シチリア版化戦争は14世紀前半に起こり、南イタリアをアラゴン家のシチリア王国とアンジュ家のナポリ王国に分断した。1442年、2つの王国はアラゴン家の支配のもとで事実上統合された。 1469年にイサベル1世とフェルナンド2世が結婚し、1479年にファン2世が死去すると現代のスペイン建国につながった。1492年、グラナダがムーア人から脱出され、それによりレコンキスタを完了した。ポルトガルは15世紀に次第にアフリカ沿岸を探検し、1498年、 バスコダガマはインドへの海上航路を発見した。スペイン王家はグラナダダッシュと同じ年にアメリカ州発見につながるインドへの西回り航路を発見しようとしたコロンブスを財政的に支援してポルトガルの挑戦にあった。城壁の外側で働く濃度1300年から1350年頃は中世の温暖期から商標期に移行する時代であった。 寒冷化した気候は大飢饉として知られる最初の農業危機をもたらした。しかしこの飢饉が人口に与えた影響は次の世紀の薬病ほどは深刻ではなかった。この伝染病による死亡率は3分の1から6割程度と推計されている。1420年頃までに繰り返される薬病や飢饉の結果は ヨーロッパの人口を前世紀の3分の1まで減少させたことである。自然災害は武力衝突で悪化する結果をもたらし、特に100年戦争中のフランスに見られる減少であった。ヨーロッパの人口が大幅に減少すると土地は生き残った人々にとって豊富なものとなり、労働力は結果的に高価なものになった。 1351年の労働力法のような賃金を減らそうとする地主の試みは失敗するよう運命づけられていた。こうした努力は1358年のフランスのジャックリーの乱や1381年のイングランドのワット・タイラーの乱のような反乱につながる農民の憤りを助長しただけであった。長期的な影響は西ヨーロッパで 濃度性を事実上を終わらせたことである。一方東ヨーロッパでは、地主はさらに抑圧的な状況に濃度を押し込めるのに、この状況を利用できた。ペストによる激変は、少数の社会的弱者、特にユダヤ人に向けられた。惨事が起こるとこうした人々のせいにされることが、珍しくなく、反ユダヤポグロムがヨーロッパ全土で行われ、 1349年2月には2000人のユダヤ人がストラスブールで殺された。ユダヤ人に対して差別待遇を行っている状況もあり、君主が人々の要求に負けたために、ユダヤ人は1290年にはイングランドから、1306年にはフランスから、1492年にはスペインから、1497年にはポルトガルから亡命した。 ユダヤ人は迫害を受けているとはいえ、中世後期におそらく権限を増大できた人々に女性がいた。この時代の大きな社会的変化が商業、教育、宗教の分野で女性に新しい可能性を開いた。そう入ってもウィッチクラフトにおける信仰が増大したように同時に女性も在合や迫害の点で弱者であった。14世紀中央までヨーロッパは大規模な都市化を 経験した。もちろん都市もペストにより人口の減少に見舞われたが、教育、商業、政治の中心としての都市部の役割は持続的な成長を保障した。1500年までにベネツィア、ミラノ、ナポリ、パリ、コンスタンティノープルにはおそらく10万人を超える人がいた。他の22の都市は4万を超え、ほとんどはイタリアやイベリア半島にあったが、 フランスや新生ローマ帝国、低地帯、イングランドのロンドンにも若干あった。クレシーの戦いのミニチュア百年戦争は多くの軍事革新の場面があった。コルトレイクやバノックバーン、モルガルテンの戦いがあったが、封建時代の騎兵の軍事的優位は失われよく、装備された不評が望まれたことはヨーロッパの有力な諸行には明らかとなった。 ウェールズ戦争を通じてイングランドは思い知らされ、非常に効率の良いロングボウを取り入れることになった。一旦正しく活用すると、この武器は100年戦争で、フランスに対して大いに優位に働いた。火薬を導入したことで、戦争の指揮に著しく影響を及ぼした。1346年のクレシーの戦いと、同時期にイングランドに導入されたが、銃は、初めのうちは、 戦場でほとんど効果がなかった。主要な変更が行われたのは、包位攻撃用の武器として、カノン砲を使用するようになってからであり、この新手法は、要塞の建築構造をやがて変えることになった。軍の新兵募集や構造にも変化が起きた。徴兵制度の利用や、封建制は、次第に国内の従者や外国人傭兵による有給の部隊に置き換わった。 エドワード3世やイタリアの都市国家のコンドッティエールと関連する行動であった。ヨーロッパ全域でスイスの兵士が特に求められた。同時にこの時代は初めて永続的な軍が出現した時代であった。百年戦争という重大な要求を受けて軍に次第に永続的な本質があるとみなす考え方がバロア家のフランスであった。軍備増強に並行して、 戦士階級に向けたさらに成功な騎士道規範も現れた。この新たに生み出された気風は、減少する貴族の軍事的な役割に対する反応と見ることが可能であり、次第にほぼ完全にもともとの軍事的な姿から離れることになった。騎士道精神は、新しい騎士団の形を通して表現を与えられ、初めて、グレゴリー勲章が1325年に、 カーロイ一世により創設され、おそらく最もよく知られているのは、1348年にエドワード三世が創設したイングランドのガーター勲章である。フランス王は教皇に対して優越さを増し、ついに1309年に星座をアビニョンに移すことになった。教皇が1377年にローマに戻ると、アビニョンとローマで異なる教皇を選ぶことになり、 教会大分裂に発展した。この大分裂はヨーロッパを政治的な線で分け、フランスやその同盟国スコットランドやスペイン王国はアビニョンの教皇を支援する一方で、フランスの敵イングランドはポルトガルやスカンディナビア、ドイツのほとんどの諸公と共にローマの教皇の後ろ盾となった。コンスタンツ公会議で教皇は一旦ローマの教皇で統一された。 たとえこの統一がもう一つの百年戦争を終わりにし、教皇が以前よりも大きな物質的な成功を収めても、教会大分裂は回復不能の損害であった。教会の内紛は、教会の普遍的な支配に対する主張を損ない、人民や支配者の中に反共権主義を助長し、改革運動への道筋をつけた。ジョン・ウィクリフ・カトリック教会は、中世後期に、 異端派の運動と長く戦ったが、内部からの改革に向けた要求に遭遇し始めた。その始めは、イングランドのオックスフォード大学教授ジョン・ウィクリフであった。ウィクリフは、聖書は、宗教上の問題に関して、唯一の権威であるべきだと主張し、性変化や禁欲、職友上に対して思い切った意見を述べた。イングランドの貴族にジョン・オブ・ゴーントのような有力な、 支持者がいたにもかかわらず、この運動は続けられなかった。ウィクリフ自身は苦しまずに世を去ったが、支持者のロラード派は、結局イングランドで抑圧された。ヤンフス・リチャード2世が、アン・オブ・ボヘミアと結婚すると、両国に交流が生まれ、ヨーロッパのこの地域に、ロラードの思想がもたらされた。チェコの聖職者、ヤンフスの教えは、ジョン・ウィクリフのものを基礎にしていたが、支持者のフス派は、 ロラードハイより大きな政治的影響力を保持することになった。フスはボヘミアで大きな支持を得て、1414 14年自分の主張を弁護するためにコンスタンツ公会議への出席を求められた。1415年に異端として家計に処せられると、チェコにおける民衆の騒乱に発展した。次のフス戦争は内輪もめに陥り、チェコの宗教的、 国家的独立にはつながらなかったが、国内のカトリック教会やドイツ人は弱体化した。マルティンルター・ルーカス・クラナッハによるマルティンルター。宗教改革は国民国家出現に必須の出来事であった。専門家にとっては中世を外れた事件だが、マルティンルターの宗教改革は西方教会の統一を終わらせた。 ドイツの僧侶ルターは1517年10月31日にビッテンベルクの教会で95箇条の論題を発表して宗教改革を始めた。行動の背景には1514年にレオ10世が新しいサンピエトロ大聖堂建設に向けた職友状を更新したことに対する直接の憤りがあった。ルターは1521年に ボルムス帝国議会で異端の考えを撤回するよう要求された。拒むとカール5世により帝国内での活動を禁止された。フリードリヒ3世の庇護を受けてドイツ語に聖書を翻訳できるようになった。多くの世俗の支配者にとって宗教改革は自身の富と権勢を拡大できる歓迎すべき機会であった。カトリック教会はカトリックまたは 対抗宗教改革と呼ばれている改革運動の要求を受けた。ヨーロッパは北のプロテスタントと南のカトリックに分裂し、16世紀と17世紀の宗教戦争につながった。中世後期のヨーロッパの主要な通称路黒、ハンザ同盟。青、ベネツィア。赤、ジェノバ。紫、ベネツィアとジェノバ。天然、陸上と河川東地中海で増大する。 オスマン帝国の優勢な支配は、次々と代わりの貿易路を探し始めた西側のキリスト教諸国にとって貿易の障害を生じた。ポルトガルとスペインの探検家は、インドに向かうアフリカの南やアメリカ州に向かう、大西洋を横切るといった新しい通商路を発見した。ジェノバやベネツィアの商人がフランドルと直接会場を結ぶ経路を開いたので、シャンパーニュは、 大して重要ではなくなった。同時に、イングランドの羊毛輸出は、借り取ったばかりの羊毛から加工した布に移行し、低地域の布製造業に打撃を与えることになった。バルト海や北海では、ハンザ同盟が14世紀に頂点に達したが、15世紀には没落に向かい始めた。 13世紀後半と14世紀前半に主にイタリアや新生ローマ帝国の一部でも歴史家が商業革命と名付けている動きがあった。この時代に革新されたものに商社の新しい携帯や保険の発行があり、二つは商業登記のリスクを減らすのに寄与し、氷菓子に対するキリスト教徒のための教会法を回避する為替手形などの信用取引の形態や貴金属を運ぶ。 債の危険を除去したり、会計の新しい形態は、さらによく、監視や、正確さを求められた。金融の拡大とともに貿易権は、大手の商人により油断なく、守られることになった。イングランドの羊毛繊維のように特定の貿易で、独占を全国規模の特別な会社が保障されることになるとはいえ、都会では、ギルドの権限が伸びていた。この発展で恩恵を受けた人は、 莫大な富を蓄積することになる。ドイツのフッカー家やイタリアのメディチケ、イングランドのサホーク公爵のような家族やフランスのジャッククールのような個人は国王の戦争に金融支援を行い、その過程で大きな政治的な牽制を手に入れることになる。14世紀の人口危機が絶対的な条件で劇的な現象を招いたことは疑いがないが、衰退は 人口の減少より大きかったかという活発な歴史論争がある。古い正統派的な学説は、ルネサンスの芸術品が大いなる懸乱さの結果であるとしたとはいえ、最近の研究は、いわゆるルネサンス不況があったかもしれないと提案している。この事例について納得できる主張にもかかわらず、統計上の証拠は、明確な結論を得られるには実に不完全すぎる。14世紀、 スコラ学の卓越した学術的傾向は人文主義者の運動から挑戦を受けた。主として古典言語を復活させる試みだったが、1453年のコンスタンティノープルの陥落後に西側に難民となることを求めた東ローマ帝国の学者の助けを得て、運動は科学、芸術、文学の分野でも革新につながった。科学では、 アリストテレスのような古典的な権威が初めて古代の異物として挑戦を受けた。芸術では人文主義がルネサンスの様式を取った。15世紀、ルネサンスは大抵は北イタリアの都市国家に限定された非常に地域色の強い現象であったが、芸術の発展はさらに北の特にオランダで起きていた。16世紀の印刷技術。 グーテンベルクの発明は政治と社会の発展に大きく影響した。13世紀の卓越した哲学派はアリストテレスの教えとキリスト教神学のトマス主義的調和であった。パリ大学で制定された罪の宣告は一旦と理解できる思想に対して制限があった。理性の世界と信仰の世界は分けなければならないと主張したオッカムのウィリアムにより選択肢は提示された。 オッカムは単純な理論はさらに複雑な理論の方を、好み気づかない現象について推測するのは、避けられているとするケチの理論を紹介した。この新しい接近法は、アリストテレス式の科学の教理に関する抑制から、科学的施策を解放し、新しい接近法への道筋をつけた。特に運動理論の分野では、ジャンビュリダンやニコル・オレーム、オックスフォード計算者が、 アリストテレスの著作に挑戦すると大きな進展が見られた。ビュリダンは完成の現代の概念に向けた重要な一歩である投射物の運動の原因として運動量の理論を発展させた。こうした学者の作業はニコラウス・コペルニクスの地動説の世界観の先を行くものであった。アラブや中国起源化、ヨーロッパ独自の改良化は別にしてこの時代の技術発明には 政治的、社会的発展に大きな影響を与えた。戦場への火薬の導入は、軍事組織だけにとどまらず、国民国家の進展に寄与した。ヨハネス・グルテンベルクの活字印刷技術は、宗教改革だけでなく、徐々に平等主義社会に発展する知識の普及も可能にした。ヤコブの杖やアストロラーベ、造船技術の発展のような発明とと,ともに、包囲自身は、 世界の多様の公開や植民地主義の初期の段階を可能にした。メガネや柱時計のような改良は毎日の暮らしにさらに大きな影響を与えた。ルネサンス芸術の先駆者はすでに14世紀のジオットの作品に見られる。ジオットは三次元の現実性を表現しようとし、人間の真の感動と共に人生を捧げた最初の画家であった。しかし最も重要な発展は、 15世紀のフィレンツェで行われた。承認階級の富は芸術に対する広範な講演を行うことができ、最大の講演者はメディチクであった。この時代はマサッチョの作品で発見され後にブルネレスキが訴えた遠近法の理論のように重要な技術革新が数点ある。さらに大きな写実主義はドナテロのような芸術家が擁護した人体の 科学的な研究を通しても行われた。このことは古典的なモデルの研究にヒントを得た彫刻に特によく現れている。運動の中心がローマに移ると時代は正規ルネサンスの巨匠ダヴィンチやミケランジェロ・ブオナローティ、ラファエロ・サンティで最盛期を迎えた。イタリアルネサンスの思想はゆっくりとアルプスを通って北ヨーロッパに達したが重要な芸術改革は 低地帯でも行われた。かつて信じられていたような油彩画の発明者ではなかったが、ヤンファンエイクは新しい手段の擁護者であり、大きな写実主義の作品や詳細図を作るのに用いた。二つの文化は影響を与え合い、学び合ったが、オランダの絵はイタリアの理想化された構図より依然構成と外観に焦点を当てていた。北ヨーロッパ諸国ではゴシック建築が依然標準であり、 ゴシック様式の大聖堂がさらに成功に作られていた。一方イタリアではここでも古典的な理想からヒントを得て建築は違った方向に進んでいた。この時代最高の作品はジオットの時計塔、キベルティの洗礼状の門、ブルネレスキの前代未聞の金星の取れた大聖堂のドームとともにフィレンツェのサンタマリアデルフィオーレ大聖堂があった。 中世後期の文学における最も重要な発展は、自国語が優勢になったことであった。自国語は11世紀から最大の大衆分野が、ブクン氏やトルバドゥール女ジ上ョジョ氏と恋愛女児氏、騎士道物語。イタリアは後に自国語における母語文学を発展させたが、この時代の最も重要な発展が行われることになるのは、イタリアであった。 14世紀に書かれたダンテ・アリギエーリの新曲は古典的な理想と中世の世界観を合わせたものである。イタリア語の発展に寄与したもう一人はデカメロンを書いたボッカッチョであった。自国語を精霊するのにラテン語を排除する必要はなかったがダンテとボッカッチョは共にペトラルカとしてイタリア語同様にラテン語でたくさん書いた。3人の詩人は 共に現代イタリア語の標準として、トスカーナ方言を創設した。新しい文学様式は、急速に拡大し、フランスで、ウスタシュ・ドシャンやギオーム・ド・マショーのような作家が成長した。イングランドでは、ジョフリー・チョーサーが、毎日の暮らしの物語が牧歌著により大いに、発展した、カンタベリー物語と共に、書き言葉としての英語を創設するのに寄与した。自国語文学の拡大は、 結局遠く、ボヘミアやバルト海、スラブ、ビサンティン世界に達した。音楽は、生族療法において、重要な部分であり、大学では、リベラルアーツの四課の一つであった。13世紀前半に、宗教音楽で、支配的な形態は、各パートで、テキストが異なる形式のモテットであった。1330年代以降は、独立した西部がより複雑に融合した。 ポリフォニー音楽が登場した。ポリフォニーは、プロヴァンス地方のトルバドゥールの世俗音楽でも一般的となった。それらの多くは13世紀のアルビジョア十字軍の犠牲になったが、その影響はアビニョンの教皇庁にも及んだ。新しい様式の代表は、しばしばアルスノーバと呼ばれるもので、これは古いアルスアンティクアと対比される。その主な作曲者は、 フィリップ・ド・ビトリア・業ョーム・ド・マッショーである。同時代のイタリアのものはトレチェント音楽として知られる。主な作曲家はジョバンニ・ニ・ダカッシャやヤコポ・ダボローニャ、フランチェスコ・ランディーニである。聖教会音楽の主要な改革者は14世紀前半のヨアン・ククゼルである。彼はまたバルカン半島でその後用いられるようになった寄付法を導入した。 14世紀と15世紀を研究する18世紀の歴史家にとって中心主題は古代の学問の再発見と個人の精神の権限と共にルネサンスであった。このことはヤーコップブルクハルトの言葉で人は崇高な個人となりそれなりに自分自身を認めたイタリアを中心に行われた。この提案は後に挑戦を受け、 12世紀は大きな文化的な達成がなされた世紀であると主張された。経済学的、人工統計学的、ベルギーの歴史家アンリ・ピレンネは第一次世界大戦の頃に現在常識となっている、区分けの中世前期、中世世紀、中世後期を紹介した。中世の秋で中世後期の悲観的な視点を主に一般化するのに預かった。 オランダの同僚ヨハンホイジンガのものである。研究対象をイタリアよりはフランスやネーデルラントに焦点を当てたホイジンガには絶望と整備が主題であって再生ではなかった。この時代に関する現代の歴史編集は革新と危機の両極端の間で合意に至っている。現在アルプスの北と南で状況は非常に異なったと認められていて中世後期は イタリアの歴史編集では完全に回避されることが珍しくない。ルネサンスという用語は依然として知的であったり文化的であったり芸術的な発展を述べるのに有用だとみなされているがヨーロッパ全体の歴史上の画期的な特徴を定義するものではない。14世紀から16世紀までを含む時代は逆に別の傾向により特徴づけられるとみられている。一般、 特定の地域、社会、ペスト、戦争、経済、宗教、芸術と科学。ありがとうございます。